皆さんこんにちは、こんばんは、ゲブラ長京です。さあ、いつもの今日は何の日のコーナー、何の日からでいきましょうか。3月9日土曜日、サンキューの日か。違う、ブー。何、記念日の日。何の記念日。記念日とか、あと感謝の日らしいですよ。だからサンキューやからか、なんか、うん、あと他にもなんかいくつかあるんだけど、記念日の日らしいです。じゃあサンキューの日でいいんちゃう。まあいいか、サンキューの日で、うんうん、サンキューの日でいいや。じゃあ記念日で、なんか記念日こんだけあるのかな。ちょうだい、ホワイトデー、ちょうだい。なんかボケスを掘ってしまったような感じです。はい、今回はこちら、アークトーチスイルミエシフォン定番品種、2023年から24年にかけて正式オフィシャルで販売しましたシフォン、販売してます。大人気ね、はい、シルバーリーフに、かわいいね、今までなかったこのピンクアンニュイカラー、とても人気です。で、お客さんやユーザーさんからもう一品種欲しいというご希望が前々からありました。そして先日、生産現場から販売してもいいですよというね、許可いただきました。パフパフパフって今ここで鳴ってんのかな。鳴ってるよ。そちらがこちらです。オレンジ色のアークトーチス、名前はまだありません。スジスジのオレンジのアークトーチス、かわいいよね。かわいいね。ちょっと並べてみようか。うん、はい、こちらのアークトーチス生産現場、これからハウスの生産現場に潜入して、このオレンジ色のアークトーチスと、あと未公開の他の品種ね、たくさん並んでる育種現場、うん、まだ未公開よね。え、見せるん。もう見せちゃいます。特別、特別って言っても世界の発信センターが特別でも何でもないよね。世界、あ、まあ、海外見てないか、うん、分かんないけど、はい、カーチだけ。カーチだけじゃないでしょ。はい、じゃあこれをね、生産現場を今度これからね案内していきたいと思います。では行きましょうか。はい、育種選抜の生産現場に来ました。25年発売のアークトーチス、こちらです。見てください。おお、ま、かわいいよね。またイメージ違いますね。スジスジ、今流行りのスジスジ、こちらもスジスジ、パキッとしてるね、色。いい色だよね、うん、オレンジ色のアークトーチス、こちらが来年2025年に発売する品種のアークトーチス、先日決定しました。生産現場から2年間試験テストを行い、 OK、 合計サインが出ました。昨日ですよ、このアークトーチス。花もちょっと大きい。そうね、こちら現行販売しているシフォン、シフォンに比べたらシフォンと、まあ、同じくらいか。同じくらいか。ちょっと大きいか。ちょっと気持ち大きいような気するけど。うん。でこれね、咲き始めはやはり濃くてね、このように、うん、濃くて、でシフォンもこれ咲き始め、やっぱシフォン可愛いよね。うん、シフォン可愛いな。めちゃくちゃ可愛い。なんとも言えない。でシルバーラ、シルバーリーフね。今シルバーストライプで言うそうなっちゃった。シルバーリーフね。でこちらは。本来では目的だとシルバーリーフに個体を進化させたかったんですけど、まあややまだまだということですけども、まあもう一品種欲しいという販売店さんとユーザーさんのお希望に応えて、こちらのオレンジのアークトーチスに決定しました。これ何オレンジって言うたらいいんやろな。何オレンジって言ってる。ブラッドオレンジなんかな。ほんといい色。ちょっと今日風が強くてね、台風みたいな音聞こえるでな。まだ
なんかすごい風が、ね、はい。そしてこちらがまだ未発売、この中にこちらの個体がありました。で、生産現場から生産性、我々ね、利益を出す、利益を出さなければいけません。で、生産の2年間生産テストした中で、まあそれぞれの個体の中でいろいろ一長一短あるんですけども、優等生としてこちらのオレンジが決まったわけですよね。それぞれのね、個体なんかでも他のも可愛いね。いいよね、これ。これ私捨てがたいんやけどな。これも皇族品種として発表になるかもしれないです。最初はね、何色って言ったらいいのかな。可愛い。アップしすぎ。アップしすぎ。これ何色って言ったらいいのかな。何色やろな。で、咲き始めからこれに進化してで、この最終形のここがまた可愛いんよな。スジスジね、うん、こちらもスジスジの花弁、これも今後発売要検討ですね。で、こちら見て、これシルバーリーフ。シルバーリーフやね。めっちゃシルバーリーフだよね、うん。で、これね、見て、花弁がね、独立してるのよ。なあ、スキッパやでな。ね、スキッパ、独立してるでしょ。ね。でも私ね、これも気になったん、この黄色。この黄色ね、これも。ものすごい元気の出そうな黄色違う。これもいいよね。104番。この黄色かわいい。なんかひまわりみたい。失礼しました。花粉症。花粉症じゃないけど。今日は花粉いっぱい飛んでる。すごい。ボスね、この花粉ダメなのよ。アークトシスも。花粉症にかからないんだけど、はい。これもいいよね。これね、あの選ばれなかった理由、シルバーリーフじゃないのよ。でも花は綺麗やでな。うん、まあこれもね、生産の上で NG っていうわけではないので。かわいいよな、色いいよね。うん、色、はい。さらにさっきこれ独立の花弁じゃん、うんうん、さらに、あ、さらに独立させちゃいました、はい、こちらな。これもスキッパやな。で、これがいい状態、開花して、うんうん、こんな状態。こちらからこれなんかな、晴れ変わってるな、うん。これもさっきの個体からするちょっと比較してみるか、うん。さっきのこの個体からするとどっちがどっち、シルバーリーフが劣ってるの、こっちが。ああ、ね、ゲブラダガトヨが求めるのはシルバーリーフなんで劣ってるよね、うん。ネーミングを募集して厳選なる審査の結果、スタッフでね、全員で、本社スタッフで全員で審査します。選ばれた方1名になりますけども、サプライズ商品があります。何くれんの。進呈します。何？ RRP、ペチュニアリカコ、今年限定発売するリカコ。すごいな。めちゃくちゃサプライズだよ。それ今初めて聞いた。今いつもね、ぶつけ本番なんで。もうまあ、あの予兆であるんで大丈夫です、うん、分かった。ボス分でね、加工してあるんで大丈夫です。分かった。で、リカコ一株と、なんとまさきも一株。それも勝手に今決めた。決めた。もうさらにまだあんの。まだある。ダブルオステオを、まあ品種はまだセレクトできませんけども、ダブルオステも追加して合計6ポット合計6ポットを認定させていただきますので、皆さんね、ネーミングをどん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 応募してください。はい、今回は2025年に発売する、確定しました、こちらのアークトーシス、ネーミング公募のご案内と、こちら資本の新米品種ですね、はい、こちら2色来年発売決定となりました。皆さん応募してください。待ってます。待ってます。別に色に関してじゃなかってもええんやろ、うん、あの名前、そうそうそう、好きな名前でもいいんやろ。そうそう、あのもう思った瞬間な、うん、あの奥さんの名前とかよ、お嫁さんの名前とかよ、うん、あ、そうそう、奥さんもお嫁さんも一緒か、あの娘さんの名前とかよ、孫さんの名前とかでも、うん、思い込めてやってくれて、熱い思いを
変えてあってくれたらいいやんな。そうそう、もう好きな方、隣の奥さんでもいいし向かいの奥さんでもいいし昔の彼女の名前でもいいし、もうどん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 応募してください、はい、もう宣言ないんで、はい、待ってます、はい、待ってます。